どうもこんにちは、アルブルモ公共室の辻です。ですね、今日は、生徒さんの、ご自宅に、作られたというその木工スペースですね、作業場所っていうのを、一つ紹介したいと思います。で、以前通われていた生徒さんなんですけれども、ご自宅の方にその自分で加工できるスペースを作ったということで連絡をいただきまして、で取材にちょっと行ってきました。教室に通われている今現況の生徒さんの中でもたくさんそういうご自宅にそういうスペースを作りたいという方はたくさんいらっしゃいます。そういう方たちのためにも、一ついいヒントになればいいかなということでちょっと動画を編集してみました。それではどうぞご覧ください。お願いします。はい、あすごっすごっ、あこれがもう一つの教室で、まあ作ってワードカード、ね、これ作ってるんですもんね。何体ぐらいになりました？まあ4つですね。へえ、めっちゃ可愛い。これがその機材ですわ。ワードカービング用の。そうです。はい。これって主人機。はい。主人機の地面がまあまだちょっとですけど、こんな感じ。はい。ボックスの中に集塵機を置いて、ここに袋を入れる。上からダーッと入って、この外側は網にして、風が逃げるように。このテーブルの下に入れて、ここを四角く切って、パカッと開けて、で、この前で作業できるように。なるほどね、普段はこう蓋しておく、っていうのが計画なんです。なるほど。あ、すごい、めっちゃなんかおしゃれですね。これも木の作ったんですよ。あ、へえ。ああ、ドリルスタンド。これはもうこういうふうに置いてあった方が使いやすいから思って。そうですね。読みやすいです。うちより整頓されてます。あ、そうね。マスクまで。三十代もアルブルのサイズの幅が大体合わせてもらって、長さが大きすぎるから、ちょっと短めにして。で、作り方もちょっと参考にさせてもらって、あ、本当だ。はいはいはい、おお、置いたら、まあ、二人でやるのも大変やし、一人でドロドロやらなあかんし、はいはい、この車輪についてる、車輪もね、これ面白いですよ。はい、それちょっと前に出してもらっていいですか？これと同じ高さにしたんです。あー、なるほど。で、新しい材料買った時は長いでしょ。はいはい。で、ここにも置いて、ここにこう置いて、はいはい。で、まあ、こうか、こうやってこう切りたいんやけども、ここはジグ置き場。はいはいはい。で、このジグがノコギリ用のジグで、はい、ノコギリですね、ノコギリ用のジグで、はい、このガイド、ガイドにはめ込んで、丸の子を上に上げると、はいはい、こう上げてね、はい、こういう感じで、すごい、トリマーと丸の子とジグソーがついていく、こういう感じで。中身の何ですか？はいはい。試しにちょっと今回してもらって。回しましょうか。はい。うん、こういうガイドを作る。はい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 。で、これレールは2つついてましたね。はいはいはい。こういうね。はいはいはい。ここの寸法を測って。はいはい。ずん切りボルトネジが入っていて、はいはい。ここでギュッと挟み込んで、はいはい、全然動かない。うんうんうん。
これだけでも持っとったらこう動くんで、はいはい、でこれでロック、そうですね、でこんな感じですね。はいはいはい。で、今度は一応立てるということはこういう形でやります。はいはいはい。で、次にトリマーを。はい。これ100均で、うんうん、ノギスって売ってますでしょ。で、100均のノギスをこの部分でね、はいはいはい、ちょうどこの部分。はい、でそれを利用して深さを、はいはい、あと何ミリとか何ミリ何ミリ何ミリ、はい、こう地面でゼロに合わせとったら、はい、これでいくと 3.5 ミリ、はいはいはい、出てるよっていう、へトリマーは、うん、こうこういう感じだよね、はいはい、これもこれ決めて、うん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 、でガーってやると、はいはいはい、で将来まあ考えてるのはここに穴開けて、はいはい、でここを囚人、うん、囚人、はいはい、ここから囚人しようかな、はいはいはい、なここから吸うでしょ、うんうん、であと重曹、重曹はジグソーの刃が、はいはいはい、刃のガイドリングかな、はいはい、はい、うん、こんな感じで、はい、倒れないように、うんうんうん、あ、これこれボール板ボール板、それめっちゃ気になってましたこの取り付けがめっちゃ下手やねそうなんですかやっぱり頑丈にね、止めなあかんだけど、これみんなバンドでバンド止めてるだけやから、はいはいはい、大体の直角だし、はいはい、でまあ工夫は、まあ、バネでこのレールに沿っていると、で、深さの、限度をここで、はいはいはい、決めてネジを上げたら高さ調整できる、はいはい、何個も同じ深さに削るのもたらこれで当たるようにしてるね、うん、止まりにしてるんですよ、うん、でこれ自体が例えば高いもんやろう思ったらこれを上に上げなあかんでしょ、うん、全体に、うん、なんかここで今こういうふうに挟んでるんだ、これを、はい、でこれを緩めたらこれがグズズズと上に上がる、下げることもできるし、うんうん、まあ、全体に動かせる、はい、これがまあまあ自分の考えで、うん、工夫してみました。はい。うんうん。はい。今いい話があったからね、撮り始めたけど、もう話が終わってしまう。はい。行きます。月曜日とたまに木曜日。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ご自宅で、自分の自作のジグもしくはその丸ノコ台だったり、ドリルスタンド、ボール板ですねを作られているということで、すごいまあいい刺激になりました。僕らは、まあ、家具を作るときはそういう大型の、工具、電動工具などで、まあ、買う、という形で、どうしても考えがちなんですけれども、ああいう形で、自分で自分の使い勝手のいいように作るっていうようなことも、まあ、できるんだなということで、すごい参考になりました。でまたその作り方とかも、僕らの方でちょっといろいろチャレンジしてみて、一つ動画にまとめようと思いますので、またそれもどうぞお楽しみください。はい、では今日も最後までご覧いただきありがとうございました。